にお持ちしました。私たち厳選の品ですからね。結構自信ありますよ。まあ素敵、これならみんな喜んでくれると思うわ。ありがとね、二人に頼んでよかった。それなら何よりです。ミア、ええ、いいわよ。ごくり、もう一つは私の大切な人に。大切な人、ミアーネさんが言うた。いいえ、ピリスちゃんはもちろん大切だけど、今回の贈り物は違います。うん、さてどうかしら。ダメ、いくら二人でもこればっかりは教えられないわ。ただ二人とも、たまには、さーて、そろ、あ、ごま。さて行き先は。先生、先生、例のあれの、なるほど、順調に進んでるみたいだね。私も今のところは調合を自分でできるようになった。そっか。この調子で、この調子でいけば、リディちゃん、スーちゃんも。を旅して材料を集め。なんだ、変なことだ。ありがとうプラフター。た、いえ、かわり、はあ、目的地は気の向くままに。もちろん、協力してくれ。君にはかなわないな。さすが。それじゃよろしくね、アルト。アルト、いや、二人とも、あ、ごめんなさい。君は扉をちゃんと閉めようか。ごめんなさい。で、で、アルト、は、急に、すごい、今だ。あはー、少しと地上のもつれで。さてどうしよう。どこ行く、どこ行く。というわけでね、こういう道具、時間もあんまり残されてないみたい。任せてください。他でも。ありがとう。じゃあまずはレシピの考案から。師匠、あ、じゃあいる、あって言った今。ソフィーさん、あって、こら、詮索しないの。ふーん、気にな。さあ行こう。
最近思うんだけどさ、うん、絶対悪いことじゃないと思うんだけど気になるよね。そうだね。ちょっとソフィー先生、思いっきり怪しまれてるじゃないですか。ごめんね。二人が言ってた通り、私たちちょっとした、うん、ある程度目処が立ったから二人に伝えに来たの。その前に二人ね、二人とも二人の本当の気持ちを教えて。私そんなの嫌ですよ。嫌に。そうだよね。私もプラフタと会うまでは一人、しかも二人はおか、そんなの。でもだったらせめて少し。そうだったんだ。じゃあさ、錬金術って私ずっと外に出られないって思う。錬金術は不可能を可能にする夢みたいな力、私はそう信じてる。それに錬金術は人を幸せにできるもの、みんなのことを幸せにしてくれるもの。
だから私たちは二人のことも幸せにしたい。これはレシピですか？弱いのま…うん、これはね、オネットさんの存在をこの世界に固く結びつけるための道具なんだ。この道具を使えばオネットさんは消えず、まあ作るのはすごく難しいんだけど。おお、スーちゃん、お母さんとの約束。うん、やる前から無理って。錬金術のソフィーさん、どれだけ難しくても二人のことだもん、絶対そう言うって思っ。よし、じゃあオン。さて、まずは今、プラフタとアルト、私とソフィー先生もレシピだから、先に三人この作戦絶対に成功させようね。おお、あの二人本当にすごいな。私たちの気持ちを分かってくれて。うん、分かんないけど、弱いのパス。ほら、スーちゃん、本はしっかり読まないとダメだよ。レシピに挑戦、挑戦。
とにかくたくさん拾うことだね。錬金術師は欲張りでちょうどいい。せー
気は乗らねえがぶっ倒す。沸かしてからね。
次は何をするんだっけ。メモメモ。ワクワク。いざ誤解超。
重くないか？荷物持ってる方がいいぜ。マティアスだったら女の子にすぐそういうこと。うわ、ウソキだ。やった、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 やった
ひらめいた。俺とお前でマティアスなんてな。ああ、今のは滑ったね。マティア滑った。
から嫌だった。僕が相手だ。気は乗らねえがぶっ倒す。もう怒ったんだから。不思議な道具だよ。残念ドロロー。まずいまずいまずい。週刊プランも最高だったな。ハルトさんに本当なんて気は乗らねえがぶっ倒す。美人革命
と痛いよ。楽勝です。ブイ、生活費。あれ、もう持ちきれないよ。もったいないけど、何か。うまくいってよかった。